い、ワンピースが大好きな神ケース。ワンピース1068話がめちゃくちゃ熱かったんですけども、これも明らかに1069話もすごい展開になることっていうのは間違いないですよね。ということで今回は1069話の予想をしていきたいと思います。はい、果たしてルフィとルッチは戦うんでしょうか？それともその戦いは描かれずに別の局面というものが描かれるのでしょうか？ワンピースの世界、まだまだウルージとかキッドとか革命軍とか黒ひげとか赤髪海賊団とかですね、まだまだ書かなきゃいけない勢力というのはありますので、必ずしもエッグヘッドが描かれるとも限らないんですよね。はい、皆さんは1069話どういう展開が考えられると思われてるでしょうか？ぜひですね、コメント欄に書いていってください。で、今回は私の予想も話すんですけども、皆さんから寄せられた1069話予想というのを上げていきたいと思います。このどれも面白いのでぜひ最後まで聞いていってください。で、ちなみにですね、これ撮影してるのが12月7日ですねの夕方になりますので、もちろんまだ来週号のジャンプの情報が世に出てない状況で撮っております。木曜日以降ですね、早バレ情報っていうのがちらほら出始めるので、それを目にした方もですね、いるかもしれないんですけども、当たってるとか外れてるとかですね、もう皆さんが目にしたのはしょうがないと思うんですけども、コメント欄に書くことは控えていただければなと思います。それでは最後までよろしくお願いします。1069話予想。はい、私の予想をちょっと話していきたいと思います。まずサブタイトルは、豹変の敵ですね。はい、この豹変というのは豹が入っておりますので、ルッチのことを言っております。そして、豹変の敵ということで、ルッチはルッチでこの2年間で強くなってるんじゃないかと。そういうことが描かれるんじゃないかということを予想してるんですね。で、どういうことが具体的に描かれるかというと、ルッチの覚醒ですね。はい、もちろんですね、ルッチっていうのはもう覚醒してる。まあそうじゃないと、エッグヘッドであの自信は出ないんじゃないかなと思うんですよね。そして自身、ゾーン系の覚醒というものが、していて、そして悪魔の実の能力の覚醒の段階のことをよく知っていて、それをベガパンクとルッチで話すんじゃないでしょうか。そうすることによって悪魔の実の秘密というものが少し明かされると。そしてルッチとルフィというのは一回戦うと思うんですよね。でもルフィというのはもちろんもう強くなってます。で、ギアフォースあたりで互角の戦いをする、あの NS ロビーでもね、拳と拳がこうぶつかったシーンってあったじゃないですか。あそこめちゃくちゃ好きなんで、ああいった感じのものが描かれると。でもルフィというのはまだギアフィフスというのはもちろん出しません。そこでルッチというのは感覚で強さを知ってしまう。ルフィがこれだけ成長してるんだ、自分はもう叶わないことになってるということを知って冷や汗をかくんじゃないでしょうか。そういったこともあって、勝負がつく前に CP0 というのはエッグヘッドの島を出ます。でも逃げたわけではなくて、一旦近くに海軍 G14 があるということがもう明かされてますので、そこに行くのではないでしょうか。で、海軍 G14 というのはドール中将たちがいるんですけども、その中の一人にヒバリっていうのがいますよね。で、ヒバリっていうのがあの口調であったり、まあ、ヒバリっていうバラがあることからですね、赤犬の娘なんじゃないかとよく言われてるんですけども、ルッチがヒバリを味方につけることで赤犬が動き出す。そして赤犬と一緒にまたルフィたちのところに行くということなんじゃないでしょうか。それぐらいしないと今のルフィっていうのは実力差がありすぎるんじゃないかなというところで、そういった大きな動きにつながってくるんじゃないかなと予想します。またベガパンクがボニーに見せたいものというのがありましたので、それが開示されて、そしてそれが明かされることで、ソルベ王国、クマが今の状況に陥ってる、おそらく発端になったであろうソルベ王国の真実というのが明かされていくと。ボニーの過去、クマの過去っていうのが主に明かされていくんじゃないかなと。そして最後は局面が変わって、あのロー VS 黒ひげの場面ですねに移るんですけども、いきなり最後の一コマでローが倒されている、そういう衝撃的な一コマで終わる、そういう流れが来てしまうんじゃないかなと思っております。まあ絶対これを超えるものがいつも描かれるんですけども、予想するのは面白いですよね。ということで皆さんの紹介していきたいと思います。まず、まつげさんからいただきました。サブタイトルがですね、エッグヘッドの恋。ワンピースはこの恋とかですね、あんまり描かれないので、タイトルに恋ってついたら面白いですよね。はい、流れとしては、まずアトラスへのとどめを止めに入るルフィ。そしてジンベイとカクが参戦。もうジンベイってサイファーポール仕留め係みたいになってますね。また、ボニーを乗せて抜け出すチョッパー。まあ、ボニーは気絶してますからね。サイファーポールのところからチョッパーが連れ出してくれる。そしてラボフェーズに現れるスティーシー。だから、ルッチとカクは戦って、スティーシーというのは研究層ラボフェーズに現れるということですね。そしてこの予想もですね、結構回想シーンが入ってくるんじゃないかということなんですよね。莫大な資金を必要としていたベガパンクの元に現れた政府役人の娘ステューシー。あ、政府役人の娘だったということですね。ステューシーは若さを求めており、その研究をベガパンクに託した。そして恋愛感情なく政略結婚した。ありえますね。まあ、ステューシーというのはエッグヘッドに来て懐かしいわと言ってましたので、ベガパンクと何かしらの関係があるということは十分に考えられるんですよね。政府の後ろ盾を得たベガパンクは一つの島を丸
まる研究所に帰り、研究に没頭したって。なるほどね、エッグヘッド自体が昔は雪が降り積もる冬島だったんですけども、今それをシマエオコンっていう技術で補ってましたので、まあ、そういったベガパンクがやりたいことっていうのはお金がとにかくかかるんだと。もう今の段階でもまだ言ってますからね。それをステューシー自体に政府に払わせてたということですね。研究にも没頭するベガパンクと置いていくステューシー、苛立つステューシーだったが、身近でどんどん成果を上げていく夫に徐々に惹かれていく。なるほど、本当に好きになっちゃうと。そこでボニーに出会う。ボニーをめぐってたもとを分かったベガパンク夫妻。なるほど、これはどういうことでしょうかね。だからボニーに出会ってステューシーもボニーを欲しいし、ベガパンクもボニーを欲しいし、まあ、研究のためにですね、そういうことを思ってボニー自身はどちらかの元に行ったということでしょうか。そして回想が終わると、透明になり隠れていたがバレるベガパンク。そこに現れたチョッパーとボニー。ステューシーは島を抜け出すためにボニーを引き渡すように取引を持ちかける。あ、ここで先ほどのが繋がるんですね。ボニーを乗せて抜け出すチョッパーとラボフェーズに現れるステューシーというのが繋がってくるということですね。 CP0 が来た時のベガパンクのリアクション、ステューシーのだいぶ昔にエッグヘッドに来てるか、島の設備やアトラスのことまで知っているところから、こういった展開が描かれるんじゃないかと思いましたということですね。あとベガパンクがなんで透明になったと思いまして、会いたくない人が敵なのかなと思いました。なるほどね、透明になったのは別にその移動のためではなくて、会いたくない人がいたから姿を消したと。なるほどね、ありえるな。あとなんとなくですが、映画に博士の異常な愛情というタイトルの作品がありまして、内容はともかくその辺には欠けてくるのかなと思って、恋愛対象である妻だったら面白いと思いました。このステューシーがね、クマの奥さんじゃないかとか、ベガパンクの奥さんだったんじゃないかっていう説はいろいろあるんですけども、この案ではベガパンクと結婚した相手ではあったけど、そう単純じゃなかったってことですよね。政略結婚で結婚したけども、ステューシー自体はベガパンクを本当に途中から好きになってると。じゃあステューシーとしては、ベガパンク、あんた私を好きになりなさいみたいな感じで再度結婚を申し込むような感じになるんでしょうか。続きまして、冷凍千代子さんからいただきましてありがとうございます。サブタイトルは暴君の娘じゃないかですね。結構ですね、多かったのがやっぱりボニーのことが描かれるんじゃないかということですね。私は今週号のラストで匂わされたルフィ VS ルッチはまだ描かれないのではないかと思っています。まあワンピースこれ十分ありえますよね。現在気絶しているボニーとどこかへ出かけて移動しているクマの過去回想が触りだけ入るのではないかと思ったからです。気絶しているボニーが夢見るように過去の記憶を辿っているように見せて、回想そのものはクマの視点みたいなエモい演出だとドラマチックでいいなと思います。回想の切れ間にルフィ VS ルッチが始まろうとすると、ルフィが抱えるボニーを奪い守るように懐に抱くクマが現れたら熱くないですかね。だからいきなりボニーが今気絶しててピンチのところを、まあ、やられそうになった瞬間ですかね、バッとクマがね抱え込むという展開ですね。めちゃくちゃ熱いですね。まあそんなに早く移動ができるのかという疑問はありますが、いかがでしょうかと。めちゃくちゃ熱いです。また次号の考察ではないのですが、ドラえもんのび太とアニマル惑星という映画を見られたことがあるでしょうか。詳しくはウィキなどを見ていただきたいのですが、冒険の舞台となるアニマル星は太陽光や風力などのクリーンエネルギーによる発電技術や光、水、空気から合成植物を製造する技術などにより科学文明と自然の調和の取れたユートピアのような星です。なるほど、あのベガパンが言っていたここにもそこにもねあるだろうと言っていたそのエネルギー源が光とか水とか空気とかね、当たり前のものを使って生成できると、そういうことをベガパンクが明かすんじゃないかというところですね。またその星と対になる地獄星はかつては優れた文明が栄えていたけれども、環境問題や核戦争などで荒廃している星です。なんとなくですが、今週号のベガパンクのエネルギーはどこにでもあるという発言からこの映画のことを思い出し、光や水などのロギア系の悪魔の実の能力を利用してエネルギーにしたりできるような、そんな研究をベガパンクは行っているのではないかと思いました。あ、ロギア系をここで生かしてくるということですね。いや、しかし思い返してみれば、悪魔の実の覚醒でゾーン系とパラミシア系というのは覚醒するとどうなるのかっていうのがはっきりもう描かれてるじゃないですか。だけどロギア系というのはまだ読者の想像の中でしかないんですよね。ロギア系の覚醒は実はこういったことに転換できるとかですね、ロギア系の覚醒こそベガパンクが追い求めているものに活用できるものとかですね、そういった展開ありえますよね。いや面白いな。いや本当にですね、1069話の予想というのは今しかできないんですよね。ぜひ皆さんが思うですね1069話のあれこれがありましたら、ぜひコメント欄に書いていってください。またこのチャンネルは世界一ワンピースを楽しむをコンセプトに動画作りをしておりますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンの方もよろしくお願いします。じゃん